8月は、はい、パパの誕生日ってのと、はい、まあ結婚記念日もあるということで、はい、あの視聴者さんからですね、あの匿名を使って匿名で送れるサービスを使って、はい、あのプレゼントをみたいですね、いただきました。はい、でパパには内緒にしておいてほしいって言われたので、はい、まあ、届いて初めて気づくみたいな感じで、はい、まあ、サプライズでいただきましたので、はい、あのちょっとここ開けちゃったけどね、はい、はい、パパにね、そんなこと言わなくていいんだよ、パパにね開封してもらいましょう。はい、はい、どうぞ、どうぞ開けてください。え、パパが開けんの？いや僕両手塞がってるんでカメラで。はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、エメラルドグリーン、何人か出るかな、何人か出るかな、まあちょっと見えているぞ、牛ビーって書いてあったけどね、じゃじゃーん、牛、何じゃこれ、わお、焼肉、焼肉かな、黒毛和牛の飛騨牛だからね、めっちゃいいやつじゃん、黒毛和牛と飛騨牛ですよ。ん、どうした、これもしかしてさ2段になってる、知らない、開けてみていい、どうぞ、ちょっと開けるね、いくよ、いくよ、いくよ、じゃん、あったー、肩ロースすごい、画面にこれひっくり返ってるよじゃん、わえ、すごい、なんかいいのもらったんじゃないこれ、あいかんな、これ先欲しくなってまうな、あの一応、そのね、もらった方がパパのライブ配信中かなんかに、あのパパさんだったら、お酒とお肉うん、選ぶとしたらどっちがいいですかって聞いとったらしいの。あ、ほんと全然記憶ないわ。でそのパパの答えがどっちか選ばなきゃいけないならどっちもいらないって言ったらしくて、うん、困っちゃったんだってそれだったら別にどっちもいらないかなってクズだなそう、どっちかって聞いとんのになんかそういう答えだったらしくてすごい悩んだんだってあ、でも正解だと思います。正解だと思う。僕酒あのもらうんだったらお肉の方が嬉しいです。そうだね、うん、だってお酒はぶっちゃけ好きな酒持ってるから。そうだね、うん、で俺買っちゃってんだよね基本そういうのはもう自分で。そうだね、ストックできるしね。そう、ストックできちゃうんで、うん、安い時期に買っちゃうのよ。そう、ね、で今も実は俺あのチタをストックして置いてあるのね、うん、それ特別な時に飲もうと言って、うん、もうまさにこれ食べる時にだよね。そうだよね、うん、これはでもこれってさ、うん、しゃぶしゃぶ、すき焼き、どうしちゃおうね、すき焼き的な感じのお肉だよね。こっちの辺は普通に焼いて食べればいいんだけど、うんうん、これをね、問題はね、どうしようね、しゃぶってもいいし、あーそっか、冷しゃぶみたいにしちゃってもいいから、冷しゃぶね、どでもまあどうやってもこれ何、どうやってもうまいぜ。この子何、すごい気になる、ちょっといいかな、何虫でもやっとんの、あブリス、ブリスケスライス、ケテロースとブリスケスライスだって。ブリスケって何、分かんない牛脂もありますからね、うん、ちょっと焼けってことだね、濃ゆいっすねこれね。これ2パターン考えられるんですけど、あくまで酒のつまみみたいな感じで食べちゃうのか、うんうんうん、ご飯と一緒に食べちゃう、うん、どっちも美味しいよ、ね、絶対うまいねこれね、どっちも美味しいと思う。これはありがたいですよね。ありがたいですね。でもあのすみません、あの僕こう見えて意外と家族思いなんで、こういうのやっぱ娘にも食わせたいって思うんですよね、うん、だからやっぱまあ、食べてるとそれだったら、うん、ライブ配信よりやっぱり普通に今日の昼飯ですね。昼飯、はい、お昼ご飯ですか、はい、こんな濃いの食ってまた晩飯食えねえっていう。そうだね、うん、そうだね、だうち小食なんでこれでも全員多分、うん、途中で油がきついってなってくると思うんで。そうだね、美味しく焼いて食べれたらいいね。見てここ見ると飛騨牛専門店って書いてあるんですよ。本当ですか、すごい良さげな、ありがたいですね、ありがたいですね。あのお礼言っといてください、はいはい、ありがとうございます、はい、美味しくいただきましょう。いただきましょう、はい、いきますか。まずは脂っこいものから、えいえい、いやという間に焼けそうだ。そうですね、なんて飛騨牛ですから秒速5cm ですよ。この消えたらまずい。え、じゃあパパが第1号で食べてくださいよ。何で食べようこれ。焼肉のタレも美味しいよね。だけどきっと岩塩も美味しいよね。
ガリガリガリっとやった岩塩。あ、お皿持ってください。はい、めっちゃ熱そう。いただきます。嫌な予感しかしない。熱そう。うまっ。柔らかいいね。でも油えぐい。あ、一番油多いやつだったもんね。いいね、素晴らしい。なんかちょっと不安だな。これ取り替えちゃってんな。いただきます。見栄えがすごいことになってたね。悪いよね。見栄え悪いの今日はね。見栄え悪いの今日は。いただきます。うん、脂すごっ。うん、うまっ。冷えちゃったから硬いな。なかなか難しいところだよね。早めに食べよう。わあ、うまいわな。めっちゃうまい。娘さんにもあげたっけ。うん、これが一番うまいの。あともう一個これな。うん、はい、どうぞ。じゃあ私もすき焼きの、すき焼き？お肉？めっちゃうまいさ。でっかいね。うまっ。べったりつけて食べたら美味しそうだね。うん、うまっ。やばいぐらいうまいね。うん。ご飯がめっちゃ進む。無限にご飯食べてまうわ。うん、油がすごすぎてさ、うん、タレが弾く。うん、うましか言わん食レポ。ご飯が進む。うん、焼肉定食みたい。ちょっといくつかね、火入れ直してくる。薄いのはいいんだけど、分厚いのはね、良くないわ。うまっ。薄いやつ全部めっちゃうまいな。うん、うん、ありがたいですね。ね、ね、うまいね。もう本当にいくらしたんだ。めっちゃ高そうだよね。めっちゃ高いと思う。めっちゃうま。まあやろうと思ったらあと 2,3 倍食える。お腹がドーンとするやつ。はい。